ゼロカルカーレはイタリアの漫画家。本名はミケー・レレック。トスカーナ州のアレッツォに生まれ、幼少期をフランスで暮らした後にローマ北東のレビッビアに移住する。ペンネームのゼロカルカーレとはイタリア語で水赤ゼロを意味する。由来はテレビ CM であり、ネットのフォーラム用のハンドルネームを決めるときに流れていた CM のキャッチフレーズだった。ゼロカルカーレの 作家デビューには2001年のジェノバサミットが大きな影響を与えた。10万人から20万人と言われる人々がサミット反対デモでジェノバに集まり23歳のデモ参加者がカラビニエリに射殺された。当時17歳でデモに参加していたゼロカルカーレはサミットの経験をもとに法廷に立つ俺たちの物語を発表し社会運動に参加する。 漫画家としての活動を始める。レビッピア駅に描かれたゼロカルカーレの壁画パンクロックやハードコアパンクに親しみ、2000年代半ばからはローマを中心とするジェントロ・ソチャーレに関わった。ジェントロ・ソチャーレとは日本語で社会センターとも呼ばれ、空き家や跡地などをスクウォッターとして自主管理する空間を指す。その場所でゼロカルカーレはアンダーグラウンドが、 イベント告知用のポスターなどを多数制作した。2011年に漫画家のマック・コックスの勧めでウェブに発表していた作品を作品集としてまとめる。これがアルマジロの予言でゼロカルカーレの内面の一部でもあるアルマジロが登場し、作者の日常とアルマジロとの対話が描かれている。同作品は2018年にイタリアで映画化され、日本では イタリア映画祭2019で上映された。アルマジロの予言から自伝的な作品の発表を続け、単行本号作目の私の名は忘れては、漫画でありながら、イタリアの文学賞ストレ映画賞のセミファイナリストにノミネートされて大きな賛否を呼んだ。最終選考には残らなかったが、高校生が投票するヤング部門では2位となった。このノミネートは、 ゼロカルカーレの名が広く知られるきっかけとなった。2014年にはチェントロ・ソチャーレの仲間の誘いが、きっかけでシリア内戦下のシリアとトルコの国境へ向かい、クルド人を支援する活動に参加した。当時はコバニ包囲戦で、クルド女性防衛部隊やクルド人民防衛隊が愛ソルに抵抗を続けており、ゼロカルカーレたちはコバニに近いトルコ側のマーテル村で活動をした。 2015年には、シリア北部の自治区であるロジャバに向かい、クルドがアイソルに勝利した後のコバニを訪ね、YPJ の司令官ナスリン・アブダラをはじめとする人々と交流した。ゼロカルカーではこれらの体験を、イタリアの雑誌、インテルナチオナーレに、ルポルタージュの漫画として発表し、大きな注目を集めた。ルポをまとめた単行本として、コバニコーリングが刊行されると、 イタリアで12万部以上のヒットとなり、8カ国語に翻訳された。同作品は2017年にはナポリコミコンでアッティリオ・ミケルツィ賞も受賞している。ゼロカルカーレはクルドへの支援を続け、2016年にはトルコの兵器売却を批判するキャンペーンポスター、2018年にトルコ軍のアフリーニへの侵攻を批判するイラストを制作した。 コバニコーリングの2020年版では、アメリカ軍のシリア撤退やトルコ軍のロジャバ侵攻、そして各国の無関心を批判した。事態の悪化を懸念しつつ、クルドへの支持を表明している。2020年からは、イタリアにおけるコロナ禍の生活を題材としたアニメーションも自主制作し、テレビ番組、プロパガンダで人気を集めている。ゼロカルカーレの作品では、漫画、アニメ、 ゲームについて多数触れられており、日本の作品も多い。自身の作画については、ドラゴンボールの影響が最も大きいと語っている。ありがとうございます。